はい、こんにちは、レトスノーノです。それでは12月28日の3問に入ります。A が所有する公建物に塀を設置するために、B に塀の設置を請け負わせた。その後、A は公建物を C に賃借し、C が占有している時に工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。B は、瑕疵を作り出したことに故意または過失がなければ、D に対する損害賠償責任を免れることができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。問題文の状況からいくと、A が所有する公建物があって、これに塀を設置するため、請負業者 B さんに任せたんですね。なんで B さんは請負業者です。そして A さんがこの建物を C に貸したわけですね。つまり C が占有者という状況です。 A さんが所有者でこれを C さんに貸したから C が賃借人ですね。占有者です。で、これ塀があるんですけども、この塀っていうのは A さんは B さんに請負任して B さんが作った塀だということですよね。そして工事の瑕疵で塀が崩れて第三者 D に怪我をさせてしまったと。工事に瑕疵があったんですけども、これっていうのは、故意でもなければまた過失でもないってことなんですね。つまり、この工事業者 B さんっていうのは故意も過失もない。そういった状況だということです。その状況で B さんは D に対する損害賠償責任を免れることができるかと聞かれているんですけども、これはできるんですね。そもそも不法行為っていうのは、故意または過失があることを前提に損害賠償責任を負うって話なんですよ。つまり故意、過失、どちらもないというのであれば、損害賠償責任を負うことはありませんので、今回の問題は丸になるということです。で、問い2ですね。保証協会の社員である宅建業者 A が、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、A は社員の地位を失う。丸か×かという問題ですね。で、答えはこの2週間っていうのが誤りですね。正しくはこれ1ヶ月以内なんですよ。今回質問されているのは特別弁済業務保証金分担金なんですね。通常の保証金分担金じゃないんですよ。ここが、ポイントなんですね。特別って書いてあるかどうかで全然話が違ってくるんですね。通常の、保証金の分担金っていうのは会社作りました。宅建業者立ち上げましたと。で、本店だけであれば60万円納付しますよね。支店もあればプラス30万円ですよ。その額なんですけども、この特別弁済業務保証金分担金はそれではないんですね。で、これ何かというと、保証協会が還付などがあって、保証協会がお金をどんどん出さなければいけなくなったと言った時に、保証協会が貯めていたお金が少なくなってしまう場合があるんですよね。一社や二社が、ちょっと悪いことをして、還付請求を受けたぐらいであればいいんですけども、ちょっと、たくさんの業者が悪いことをしちゃって、一時的に、お金がなくなってきたと。そういった時に、保証協会が社員に対して、ちょっと追加で、分担金納付してくださいっていうことができるんですね。これが特別弁済業務保証金分担金なんですよ。で、この特別弁済業務保証金分担金については通帳を受けてから1ヶ月以内に保証協会に納付しないといけないんですね。なので、この点はちょっと別途頭に入れていただければと思います。で、問い3です。都道府県知事は宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者、または占有者に対して擁壁の設置を行うことを命ずることができる。丸か×かという問題です。まず、擁壁なんですけども、これはですね、イメージとしてはコンクリートの壁です。崖とかが崩れないようにコンクリートブロックみたいなので壁になってるようなものあると思うんですよ。例えば道路の隣だったりとか、道路の横が崖になっていた時にコンクリートで壁にされていたりとか、あとちょっと高いところに建物を建てる場合、その建物の土台部分ですね、
建物の下が、擁壁壁になっている、コンクリートの壁になっていたりとか、まあそういったものと考えていただければ大丈夫です。で、これ宅地造成をするってことは、まあこれ工事をするんですけども、これ工事をした時に崩れてくると危ないですよね。擁壁があったら、まあ崩れにくくなるので、まあ大丈夫なんですけども、擁壁とかがないと、どん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 崩れちゃうんですよ。土がどん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 。でそうなってくると危ないから、知事っていうのは、この宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者とか管理者とか占有者に対して擁壁設置してくださいっていうふうに命じることができるんですね。まあ、なのでこの問題は丸になると、まあ、いうことです。で、まあ、これはですね、改善命令と呼ばれるものなんですけれども、まあ、先ほどね、お伝えした内容でわかると思います。で、一定限度っていうのは災害の防止のために必要な限度、かつ土地の利用状況等から見て相当であると認められる限度を言うんですけども、ちょっとこれ分かりづらいですよね。なのでもう単純に必要な範囲内で改善命令できますよと。必要以上の改善命令はできませんよと、まあ、いうことです。まあ、イメージとしてはこんなもんで全然問題ありません。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。